公営競技女子最年長賞を達成、日高悦子さん、おめでとうございます。ありがとうございます。鵜飼菜穂子さんの記録を更新した、はい、ということなんですが、とりあえずやっぱり鵜飼さん目標にしてましたし、はい、それを抜けたらいいなと思ってました、はい、見事2日の日に達成ということになりました、はい、夫の誕生日だったので、はい、夫が喜ぶと思います。ここまでを振り返ってみられていかがですか、このボートレーサー人生は。そうですね、楽しくやってこられたと思います。大きな怪我もしないで、はい、健康でいられたのが、まあ、こんなに長くやってこられたんじゃないかと思ってます。これからもまだガンガン勝っていくぞと。そうですね、女子では今川さんが2500勝達成してるので、はい、まあ、私も2500勝達成できたらいいなと思ってます、はい。